はい、皆さんこんにちは。カナダはコロナウイルス自粛期間中なんですけど、その時の買い物の様子についてちょっと動画に残したいなと思って、作りました。カナダはですね、国での、緊急事態宣言は出されてないんですけど、州ごとに、緊急事態宣言が出されている州があって、私が住んでるオンタリオ州では緊急事態宣言が出てます。で、約1ヶ月ほど経っています。ソーシャルディスタンス2メートル以上距離を空けることと、不要不急の外出は控えること、セルフクオレンティーンをすること、あとは、スーパーと薬局以外の、商業施設は全て閉鎖することっていう形で、州内で、対策が取られてます。でまた、国としてはアメリカからの、陸路の入国も禁止してますし、あとは飛行機もほとんどないです。日本に帰るには、バンクーバーを経由しないと帰れない状況です。まあ、そんな中で、まあ、今までこんな状況もなかったので、動画に収めとけたらなと思って作りました。まあ、あの店の中はなかなか動画に映すことができなかったので画像になってしまうんですけど、まあ、動画と画像含めて、作ったので、もしよかったらご覧ください。まず、身の回りのものについてシェアします。こちらではマスクが売っていないので、バンダナの折りたたんだものを代用して使っています。今私はカナダで有名な薬局のショッパーズに来てます。日本で言ったら松木用みたいな感じですね。こんな感じで並んでます。人がメーター間隔で並んでます。待ち時間10分ぐらいかな。車の通りはね、いっぱいいます。通ってる人の動きはあるんですよ。一人出たら一人入る。こういった形でどのショップでも入場制限がかかっていて、みんなソーシャルディスタンスを守ってます。次にお店の中の品物についてなんですけど、緊急事態宣言が出されて、まずトイレットペーパーなどの紙類がなくなりました。でその次にパスタとかお肉、小麦粉、それから缶詰類がなくなっていったんですけど、最近では、小麦粉以外は全て揃う形になっていて、通常通り不自由なく、買い物ができます。次にレジ前です。レジは通常だとそれぞれのレジの前に間隔なく並ぶんですけども、こういう形で、黒いテープが貼ってあってそこに並ぶという形をとっています。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、追加事項を言いますと、まず並んでからビニール手袋を、入場前に渡されます。それをはめて、商品に触れるんですけど、まあ、あとは場所によっては、エコバッグを禁止しているところ、それからあとは一方通行のみ、のところ、あとはまあどのスーパーもそうなんですけど、
アクリルの壁が、レジの前に立たってて、店員とお客さんとの間には、まあ、その板があるので、接触しないように対策が取られているところがありました。で、帰ってきて、買ったものを私たちは、玄関で一回全部消毒します。拭けるものは全部キッチンペーパーに、消毒液を含ませたもので、拭くんですけど、拭けないもの、例えば果物とか野菜とかは、全部水と石鹸で洗って、でそれから冷蔵庫なり棚なりにしまってます。まあ、これも聞いた話なんですけど、紙が1日で、ビニール袋とあとはプラスチックで3日、菌が残るそうなんで、まあ、そんなことも考えながら、消毒したり、あとは、まあ、玄関に置きっぱなしにしといて、ちょっと開けて家の中に持ってくるとか、そういう感じの、対策を取ってます。あとは、まあ、カナダの情報については、政府の対応がすごくいいなって思いました。毎日州長とか、あとは、首相ですね、ジャスティン・トルドー首相が、演説してるんですよ、朝に。内容としては国民にこう今の困難の時期だけどこうやって乗り越えていこうぜっていう内容なんですけど、まあ、そういった形で、演説が行われてるのと、あとは、保証がすごくしっかりしてて、かつ迅速なところがすごく魅力的というか、すごいしっかりしてるなって思います。まあ国民もすごく政府の言ったことというか、その対策をしっかり守ってるし、2メーターの距離を離すこととか、不要不急の外出は控えることとかっていうのはみんな守ってます。でそれはなぜならっていうと、保証がしっかりしてるからだと私は感じるんですね。本当に私でさえ、もう保証もいただけてるし、失業保険いただけてるし、ほとんどの国民がきっといただけてると思うので、そんな形で、まあ、お金もらえるんだったらやっぱりおとなしくしとこうってなりますよね。そんなところで、政府の迅速な対応が目立ってます。もう約1ヶ月経って、で、まあ、残りあと2週間以上3週間ぐらいありますけれども、まあ、まだそれも伸びるか、分かりません。こんな状況も今までめったになかったので、動画に残せたらなって思って作りました。まあ、今日はこんないい天気です。とっても綺麗、後ろはスキー場、もう雪がほとんどないね。今日はあったかいです。私がここに来て初めてぐらいあったかい。まあでもまだダウン着てますけどね。そんな形で私は元気です。それではじゃあねー。